ら一つだけそのことについてね、お伺いします。そしたらね、学会には20年もですね、20年もその豊田さんがおっしゃる正式なルートを通らんと、ご本尊を拝んでるんですよ、ね、だけど危機としてね、御所が分かる大不動があり、人間革命をね、それをしてくる、してきた、そういうね、この生まれ変わったような蘇生した人がね、学科の中に5万とおりますね。それはなぜですか？それはお宅のおっしゃるね、魂の入ってないご本尊を拝んでるんですよ。だけど現実ね、危機として、危機としてですね、この仏法ってね、危機としてなのかね、ね、陰気臭い変わったのに、危機として、ね、危機として、苦毒を受けて喜んで、ね、まあ、ちょっとくどい、わかりましたから、ね、物事はさっきで簡潔に、ね、そして長こう綺麗なキャッチボールしましょうって。いや、しかしたくさん知ってもらうとあかんこともありますよ。危機として苦毒を得てる人がいっぱいいるってんでしょ、伊勢本尊でも、ね、はい、簡単なことですよ。危機として、まず一つ言っとくと、危機として立正佼成会の信仰してる人はいっぱいいます。危機として伝理教やってる人もいっぱいいます。じゃあ危機としてれば何でも正しいかとなる、そうじゃないですね。危機としてキリスト教やってる人もいっぱいいます。違うでしょ。聞き通していることが正しいことにならないでしょ。キリスト教なんて、いやいや、原理を言ってるんです今。いや、なる、はい、じゃあ今答えますから。私は紋章で答えるから。その方なる、はい、たまんなさい少し。キリスト教なんて聞いてませんよ。なんで、もう一回原理言いますよ。聞き通してるが全て正しい宗教ではないってことを今論争してるんでしょ。なんでこんな道理が分かんないの、いい年しておかしいでしょ。天理教でも危機としてやってるけども、危機としてやってるけれども、天理教は正しいとは言えないでしょ。それは認めますね。認めますね。それは現れてくるところの現象っていうのはね、見たとこね、その簡潔に行きましょう、簡潔に。天理教は正しくないんでしょ。はっきり、何迷うこと、何言ってるの。正しくないでしょ。でも危機としてやってる信徒はいますね。います。っていうことは、今の前提がまず一つ間違ってるってことを認めるべきですよ。危機としてるから正しい信仰にはならない。いや、それはね、間違いない。じゃあ、紋章でいきますもん。はい。自供にらざらん者は、あるいは間にたばらかされて通を減ずるか。ただし、訪問をもって邪所を正すべしと。離婚と通る人によるべきは、よるべからずと。有名な話ですよね。つまり、何か特殊なこの能力が出てきたとか、あるいは不思議なことが叶ったとか、そういうことがあったからつって、その本尊も信仰も正しいってことにはならない。大書にもおっしゃってます。何のご書ですか？わかりました。まず一つ、まずこれ一つですよ。まだまだいっぱいあるんです。次。もし主上、少女を入れず、仏上を慕わずと知れば、ま、この人においてなお、親の思いをなす。知ってます？どこのご書ですか？知ってんだったらどこのことですか？その文字を知ってますって言うんです。じゃあちょっと説明してください。どういう意味？それはね、はい、このコリの文文のね、どこにコリなんて出てきてます？予言するんですよ、ね、コリもタヌキも奇声もお前騙したりするわけや、ね、そういうね、不思議な一つの現象が起こると。じゃあそんなもんにはまやかされてあかんねって言うてはることでしょ。それはそうですよ。違いますね。どこにもコリも出てこないし、私が通言します。じゃあそんなね、勝手に仏様の言葉をね、自分の都合のいいように再送入しちゃいけませんよ。違いますよ。そしたらね、言いましょうか、ご主人、ね、だから私は、違いますよ。そんなこれは主従御振る舞い御所です。調べてください。いや、お宅の言ってる主従御振る舞い御所ですよ。私の言ってるのは創刊御所ですよ。なちょっとね、もう一回戻すよ。私はこの御所を通にしてくださいって言ってんの。元気ですよ。じゃあ言います。普通ね、そこに5年でもね、ね、内容は違う、本質ってことが違うんですね。もし主上、つまり仏道信仰をしている者がいて、あるいは信仰を求めている、もっと広ければ信仰を求める者がいて、その信仰が絶対に成仏できないってことなんですよ。いう場合、もうそれが確定的な場合、そういう場合には、その、しかもその本人も、仏上を思わずって言うんですから、仏上を慕わずと知れば、つまり間が、
間がですよ。その人間は目先のなんだかちょっと昔から良くなっただとか、病気が治っただとか、金回りが良くなっただとか、そんなことばっかりにとらわれていて、本当の即身成仏という本当の六根清浄の家宝というものを全く分かんなくなっちゃったような時にどうなるか。間が親の思いをなしてくるとその人は可愛くて、なぜかったら絶対に成仏しないからだ。まだあるんです。長くないでしょう。五章を解説してるんですから。ちょっとダメだ。あなたね、間がね、親の思いをなす、あなたね、いい年してそんなエキサイトしてるんじゃ話ならん。ペースちゃうかもわからんけど、我々のところはね、1339ページ、1338ページが草木成仏説です。草木成仏説の話してるんじゃないんです、まず、ね、あのね、お父さん言ってるわけですよ。でね、ごもっともね、ちょっと話をね、散らかさないで、今、間の通力の話をしてたんだから話変えますか。いや、変えないで。ちょっと、なんとかしてよ。こんなのね、論議にならん。あのね、間を出してね、戻しましょう。そう、間を、間ね、親の思いをなして、仏と間やから、間がね、仏をの反対側におるものがね、それらしいことをして守るということはあるということでしょ。親がおたくね、そのあの間の思いの中からね、物言うてはるわ。なんでそんなこと根拠を持って、なんか文章出してよ。いや、それはね、あのこれあれですか、もしかしてしっかり記録取って、あの世の中の人に問いますか、このやり取りがいかにね、ナンセンスなこと言って、何の不条理なこと言ってるかってことを。当事者同士ではどうしてもそれは認めないから。そしたらね、はい、ちょっと待ってください、ね、少しね、冷静になってください。ちょっと戻しましょう、うん、あのね、間が親の思いをなして、ご本尊、間の思いね、うん、うん、それはね、目に見えるもんじゃないですわ。そうでしょ、分からない通りだからね。あのね、山本さん、申し訳ないんだけど、先ほど、コリの思いっていうことで、一応、あなたは、御所の解説をしたんだから、人の話を途中で止めないで、この間の思いの後、ちゃんとあるんですから、それをきっちり私が通言させていただいて、そこまで我慢して待って、それから何かを反論する。それが論議でしょ。ね。で、もう一回言いますもん、そういうふうにやること時間が伸びちゃうんですよ。やらない方が素直にいくの。止めたのはあなたでしょ。だから言うてくださいよ。じゃあ今後ダメでしょ、人が喋ってる時に。ああ、わかりました。いいね。本当にそこばっかの信じしてるとこうなっちゃうんですか。恥ずかしいですよ。何を言ってるんですか。じゃあ行きますよ。あれ、うん、あ、二人で年上さんだ。年上のね、あなたはまずロンガ。ちょっと、僕らの大先輩ですわ。先輩であろうが後輩だろうが、辻見氏に乗っ取ってないときはきちんと言わなきゃダメなの。同じぐらいのお年だと思うんですが。知りませんよ、そんなことか。あの、もう少し謙虚におしゃべりになった方が。だったら、ちゃんと決めたルール通りにきちんきちんと会話をしましょう。それができてれば私はこんなになりません。だからあんたがね、伏せるからですよ、そんな方が。どっちがです。伏せるからですよ。どっちがですか。あなたが、そのね、やっぱりこれ私、あのブログに書いて発表させてもらいますわ、このやり取りをね。いいですね。どうぞ。はい、じゃあ、あの間の続きのを言いますよ。そしてつまり絶対に成仏をしないっていう信仰をしている時には、間がまさに親の思いをなして何でももてなしてくれるって言うんです。この続きに、人善根を修すれども、念仏真言善律等の行いをして行をなして、法華経を行せざれば、魔王、親の思いをなして人間に尽きて、その人をもてなし供養すって。まあ、当然ここは、あの、言実相対ですから、本当の法華経とは何かっていうことになると、今、真実の法華経は三大秘宝ですから、三大秘宝以外の宗教をやってるものは、全部ここに入るってことですよ。ってことは、親がもてなしてくれる。ってことは、じゃあ最初に戻りますね。いくら20年間戒厳のない本尊を拝んでて、そのルール言われましたけど、あ、こうなる、ああなる、こうなるって、別に具体的に言われたわけでもないけどもね、そんなことがいくら100万並べられてても、この仏様の一言によって破られる。なぜならば、その何かがあるから20年間の本尊が正しいっていう理屈は成り立たないからですよ。あくまでも教として、
対教として正しいか間違ってるかと厳選して遮らない一つの論旨で喋ってるんですから。そしてなんで私は遮るかっていうと、文章を上げてないからだけなんです。文章を上げていれば私聞きますよ。ここにこういう文章があるから、それにおいてあなたの言ってることはおかしいって言うんだったらずっと聞きます、そこの一括りは。ところが文章を上げずに、俺はこう思うんだ、こうじゃないかって言うから、それはやめてくださいって言ってるんです。